こんばんばは今までに出てきた動詞は基本的に3文字でできていました、えー、アラビア語の三語根もう意味の意味の根幹をなす三語根三…三語根三語根を動詞の型 に流し込んで動詞を作ってある作られているよっていうような説明をしていました。三語根というのはアイビア語のあらゆる言葉の中心となる根となる3つのシ音のことです。で動詞の方は最も多いのはこのように「あああ三3つとも「 母音のあをつける方ですけれどもそれだけではなくて2つ目のシーンにイの母音がつくような方の動詞もあったりします。そしてあまり多くはないと思いますけど2つ目のシーンにウの母音をつけるような 動詞もありますあるっちゃあるっていう程度ですね。私はパッと思い浮かびませんけどで例えばそういった例として今まで、えー、ご紹介したかどうかわからないけど、まあ、例として「かたば」といえば「かいた」という動詞でした。 2つ目のシーンに「い」がつくタイプの動詞としては例えば「座った」とかですかあ飲んだ」りか前紹介した記憶があるので「しゃーりばー」と言ったら「飲んだ」という意味の動詞でしたでこの「う」がつくやつはちょっと今思い浮かばない思い浮かばないので飛ばしますけど、まあ、このように「 3つ。のシーンにそれぞれ母音をつけて基本的な動詞が作られていました。で、今後もっと複雑な方の動詞も登場します。ですが、その話に行く前に今日は。動詞の能動態と受動態の話をさせていただこうと思います。 能動,体能動体と自動体自動体というのは受け身のことですねまず例文をあそうそうまあいっかこの3つ心 があってでそれぞれに一つずつ母音がついているだけのタイプこの型この動詞の方のことを第一系といいいうふうに番号をついているようですこの3つまとめてですね第一形と。第一形があるということは第二第三と続くわけですけどもその第二第三っていうのが私がさっき言った もっと複雑な型の動詞もあるよと言ったやつですここに載っているのは第一形です今日は第一形の話しかしませんで、例文ですね例文というか触れずで書きました 最初の言葉ここの部分が動詞です。この動詞の三五音は、うんとちょっとまあいっか。サードの音とヌーンの音とアイの音。この三つ。 これが三五根です。意味は作ることです。次に「フィ」というおなじみの前置詞があります。これは何々の中にとか何々でとか場所を表すのに よく使われる前置詞です前置詞の後に来ているのは a scene 定冠詞がついて限定済めになっている言葉ですがこれは seen シ,シナチャイナ中国のことです これかけるの記号一回消しますねなのでこの後半の部分,部分が中国の中につまり「中国で」という意味になっていると読むことができます場所を言ってるわけですねでえ戻りまして最初の動詞は「サードヌーンアイン」からできていて「作る」作るというような意味を持つ動詞ですと言いました 中国で作ったという意味なんですがここは「すにや」と読んで「作られた」と読むのがふさわしいですこれが受動体なので詳しく説明しますあ間違った 自動体能動体が「作る」だとすると「受動体は作られた」そういう違いです。「能動体作った」だとするとこのように書いて「さあな」まさにこの「 ですね、第一形の中でも一番メジャーな方3つとも「あ」の母音をつけるタイプの動詞です。と「一方で私がここで母音をつけたのは「す」に「あ」でした。これが「 自動体ででにアーと読んで作られたと読みました一つ目のシーンに「う」の母音がついて二つ目のシーンには今度「い」がついてで三つ目のシーンは「あ」の母音でした。 記号を見なければ全く同じスペルなのですが母音の読み方の区別み母音の読み方を母音の読み方によって能動体と自動体が区別されますこっちが作ったスニアが作られた 例によって発音記号は実際のテキストにはテキストというかスペルには書かれていないことも多いので文脈で判断することになります。ここの例では明らかにメイド・イン・チャイナのことを表現したフレーズなので「作った」ではなくて「作られた」と読み取ったわけです。 全体の意味は中国製メイドインチャイナです。能動体と受動体を比較するとウの母音が頭から登場しているというところが大きな特徴の一つです。 2つ目のシーンが「あ」から「い」に変わったりしているのは何かおまけ的な違いを表すために連動して変化しているような印象です。もう一つ同じような感じで能動体と受動体の例を紹介します。 とジムとダこの3語根でできた動詞この動詞は喉体であると思って読むときはわじゃだわじゃだ同じですねこれだと見つけたです発見したでは受け身の時受動体だと思って読むときは うの母音が出てきそうですこの時も同じように「うじだ」というふうに母音を変えて「見つけられた」「見つかった」このように意味が異なります。申しましたように発音記号は書かれていないことも多いので「 能動体と思って読むか自動体と思って読むかは文脈や読む側の人間に委ねられていることになりますけれども私が持っている印象としてはこれ自動体だよ,だよって、あのー、アピールしたい時はこの「う」の母音を書いてくれてる時が時々ありますね。 振りりみたたいいな感じでこのうだけ書いてる時がままにありますそうするとこれを見た瞬間に「あわざわざこれ打ってついてるってことは動詞の受動体かなと思って辞書を引いて「確かに」っていうふうに納得するそういうことが多いです。はいということで今回は、えー、動詞の方ですね第一形。 とと呼びままますよという話をまず最初にしました。3つのーン、それは3五根です3五根の3つのーンに1個ずつボインがつくだけのシンプルな形のやつを第1形と言いましてまあちょっとバリエーションがあるんだけどこれが第1形という名前になっていますそして第1形の能動体と受動体の例を紹介しました「スニア・フィッシン」 中国製中国で作られたという意味ですねメイドインチャイナという絵を紹介しました今日はここで終了ですおやすみなさい